私はこっちです。はい、いらっしゃい。ジャイアントコーン美味しいよ。釣れたクマ。飛んでる飛べるんだな。やるな、嫌がらせ。はい、コンペイトーさんいらっしゃい。あきゃん、第一ハーです。神がかり的に裏に回ったけど狙ったんじゃないんや。ちょっと走ってからやったら勝手にめくりました。相手の前歩いたからか。入門が13段倒しとんぞ。ランクも1回もやってないの。やってないです。やるつもりもない。まあ俺もやってないけど。いやでもなんか漢字単位かっこよくないですか入門やで、ね、でも漢字やけど。ちょっと言いたいだけでしたね、申し訳ない。なんかすげえ外国人みたいな感想言ってるやん。漢字なんですよ。バラ加えてますよ、このライチ。めっちゃかっこいいやん。何、PA したら飛ばすダットリー的な。あ、こびって。アイス食っとったら寒い。ブレブレやったら温まる。暖房いらず。さんに謝っとこう。高めすぎて下に殴りしてしまった。下に殴りされてオフラインだったな。めっちゃ申し訳ない。強すぎたから帰りまして。明日嬉しい子にしてアルサン。あ、そうだった。飯食いに来るもんやね。まあ、自分はどのゲームでも強い。あ、もう終わったっけ。やばい、隣つかいダメや。まあ、アルコール入ってるからな。あ、うわぁ、めっちゃ強い、このキャラ。もう。めちゃくちゃやった。いや、なんか。やる。うわっ、うん、あはっ、やばい、このキャラ、この男をブレイブルに愛されている。でもマジやばいな、運の良さ乾燥してるから。ラッキーの種ポリポリかじった甲斐があったわ。え、でも2B の差し込みやるのかでしょ。うん、5席1品読み。お、これはひどい。うわなんだこりゃ。これはひどい。うわぁ、バッテン。
確定しやんねや。クソゲー、なんだこれは。お疲れ様でした。なんだこれは。This is right. This is right.大事なんだよな。すごく似ているけれど。あのリバサオーディは何回見ても笑うな。これはつまらない戦法。これはつまらない戦法、やばい。実況されるもんな。確かにつまらんよね。人が減ってきた。そろそろ俺と小池さんに対戦。でもそれもできやんぐらい俺もしばらく小池さんと対戦しないかな。いや、今収入がなくなった感じになって、その後ステレが入ってくると面白くなるかもしれない。全員来たおかかが見れるのか。全員じゃねえから。うわっ、 CS2 なら、CS なら死んでた。イエーボーニシ、渋い。おお、あー届かない。飛ばせるもん。わ、終わってしまう。減りすぎやろ。いやいや、6B 指導なんでしゃあない。クラブが悪い。そうやけど。すげえな。あー、もうジャンピックと知っとる、このキャラ。なんないし。ハゲろ、ハゲろ、ハゲろ。うわー、もうしかもダメージ高いし。最大来たよ、3800が減る。めっちゃコンボ見つけますやん。あ、どこで当たったんや、あのジャンプ A。 あ、宿題コンボが、辻川さんの宿題コンボが当たらない可能性あります。あ、そうなんや。やっぱりあれが原因で負けたんじゃないかな。どれや。あー、出た出た。もう記憶の時代に作っとけばよかった。
めっちゃ強い。落とせばよかったもん。いや、落とせじゃないんですよ、なんかの。ああ、プラチナドラで買うやつなんで。たまってない。すごく似ているけれど。あ、それは保存されやんねや。みたいですね。あ、本体の方に保存されるんじゃないですか。ああ、じゃあセーブデータをネットワークにアップデートしないと無理ない。そうです。持ってくれば一応できなくはないのかなみたいな。うん。そこまでするかって感じです。たかがからのために。そうそう。別に今までからでもいいし。顔文字出してる。ライチフリなキャラって誰？ライチフリなキャラ、あんまりフリウリフリとかこういうとこで言いたくないんですけどね。ここの絵。せやな。残り山。やばい。わからないけど、いや強そうだなとは思いますけどね。苦フリウリフリというか僕が嫌いなキャラというか苦手なキャラなら。まあ、デリウスかな。へぇ、デリウス戦ったこともあんまないからね。いや、まあ勝てなくはないんですけど、なんか一方的になりやすい試合、まあ、狭間と一緒ですね。狭間レディウスが嫌いって、きつい、まあ、うん、嫌いめっちゃ言葉選んでるけど、あんまり言って言ってもじゃないですもん、このキャラ。確かに強いもん、このキャラ。あんまりむちゃくちゃ言えないと思う。待てうわ、この放送の SE ぐらいひどいこと言っていいのよ。答え、レリウスとハザマ対戦拒否。拒否はする人じゃないけどね。うお、オリクーナゲ。うわ、レリウスって評価あんまり高くないけど、あのキャラ強くない？評価高くない？高いよね。そうやな。キャラ愛で使われるようなキャラでもなさそうやし。すごい防設置の仕方したね。お、ジャンプビー置いてる。おお、すげえ。よう見えるな。え？おい、さすがにちょっとおっこ。かかんないけど。イデイコのキャラ、すげえ。死んどんと。あんちゃん？ベチーン！クロノファンタズマや。CP。CP やな。青の力強いな。強化の力ですね。ライチとか 6A ノールックキャンセル OD でも攻め継続できるもんな。原画ですダウンされてる。別にバクセクラ逃げされててもダウンなんで確認クソ感だね。ハグ入れれば必死って、うん、割とありかな。
ここねみたいに完璧にロケ避けれるようなキャラじゃないけど。レディウスのバックステでもいけるかもしれない。タオとかも。でも僕ら攻めに重ねられてたら死にますからね。うん。つまり重なってなかったらってことだな。めっちゃ笑ってる。じゃあそのうち切り上げてこの枠の最後らへんに俺と対戦する？そろそろ人も減ってきて連戦になってるし。あー、すげえこのキャラ。やべえわ。はぁ。おおおお、ちょっと振っときゃええねん。一番自分に萎える瞬間やな。自分のせいやからな。全然あ、受け身取られてた場合 2B 使ってどうなんやろ。使った側不利かな。押していく。あ、補正切れてる。素手越し指導チュン。もう持ってた？持ってなかったよね。あ、持っとった。やる。うわ、うわ、ごめんなさい。うわ、なんか持ってた。入れ込みで6円まで入れてた。そういえば初めて知ったんすけど。うん。初めて知ったんすけど。このゲームのよろけってピヨニューのボコスカと一緒でガードしかできないエフがあるんすね。ああ、なんかそういう話やな。ヘルズより早い。届くの？あ、パクでいいんか。あ、やば。
どっちが出るかわからなかった。コマンド2回入れたね。じゃあ対戦します？レバーもう一つ出して、ちょっと小池さんがこっちのコントローラーで、俺スタートボタンがそれじゃないと他が使えやん。あ、そうなの。めっちゃ粘着されてる。小池さんがトイレに行ったので、ロビーからどうやって出ればいいんや。これか。あ、外でプロメテさんって声かけるの？え？何の話をしてるんだ。小池さんって言ってるよ、ほら。あ、そっか、小池さんは A 配置か。膝の上で大丈夫？はい、別に言い訳にします。あんまり得意ではないけど、まあ、なんならこれも使えるけど。あ、いいですよ、全然多分大丈夫。はい、いけますね。あ、こっちか。 Please select your character. あ、こんなん出るようになってる。あ、そうですね。こっちでボタンまだいってないですよね。あ、直したよ、一応。助かりますね。仕事ができることが違います。ラグ関係ないんだよな。関係ない。ステージもランダムにしますか。外でプロメテさんって声かけるの。いやいや、小池さんって声かけるよ俺は。何のために改名したんですか。西谷さんは未だにプロメテ君って言ってる。まあもう西谷さん癒し系なんで何でも OK。 卑怯っすよね。うわ、ごめん。謝った。あ、ごめんごめん、許して。あ、ごめん、見た。マジで拾える。マグレ、ムビー出せる。あれだ。はい。うわ、うわ、うわ。はーい。あいや。うん。え、嘘。うわ、ごめん、あと、あ、俺の負けでいいや。スタートボタン当たっちゃうんだよ。笑う。
そうそう。無駄ねお疲れ様メタルさんあんまり強くないそれ言いたいだけ